今日の大垣市の昼間の気温は20度近くまで上がりましたが、どんよりとした灰色の雲が空を覆い、肌寒く感じましたね。4月11日水曜日、デイリーアップです。今日最初は特集からお届けします。競技用の小型自転車に乗ってスピードやジャンプなど技を競う BMX、 性能地方に東京オリンピック出場を狙う BMX ライダーがいます。高木俊夫さん、28歳。ジャンプなど技の難易度や完成度を競うフリースタイルパークという種目で全日本コンテスト4連覇の経歴を持つ BMX ライダーです。自転車自体ずっと好きで、要はもう本当幼稚園とか乗れた頃から大好きで、小学生から中学生の頃になんか山の中に入ってこうジャンプ台勝手に作って飛ぶみたいなのをママチャリでやるのが好きだったんですよ。でママチャリ、まあ、今思うと強度がすごい低いじゃないですか。それでやってたらもうフレームの真ん中でバガーンって曲がって折れて、でそれをきっかけにどうしようって、じゃあスポーツタイプの自転車屋さんに行こう。で BMX 見つけた時になんかこれやったらなんか誰にってわけじゃないけど、なんかこれやったら勝てる気がするみたいな、自分の武器を見つけたような気分で、まあ、それを磨きたかった思いはでかかった。中学2年生で BMX と出会った高木さん、そこから毎日のように乗り回し、高く飛べる自転車の魅力にハマっていきました。大会にも出場し、17歳で日本のプロクラスに昇格しました。 BMX の虜になり、高校時代はほとんど自転車漬けの毎日でした。しかし卒業後、地元の企業に就職すると仕事に追われ自転車に乗る時間が少なくなってしまいました。ていうか俺本当に明日死んだらどうしようじゃないけど、そういうふうになんか思った頃があったんですよね。就職してる時に働きながら、えっていう、なんか俺自転車乗りたくて生きてるようなもんなのに、なんでこんなで、そうなった時に、あ、じゃあもう就職してお金稼いで時間使うよりも自分の大事なことになる、一生懸命になることに時間っていうものを費やした方がいい。そこからやっぱり動き出したところ。2年働き会社を辞めた高木さんはアルバイトを始めました。練習場に寝泊まりして1日の半分以上を練習に費やし、ブランクを埋めました。そんな生活をおよそ1年続けた結果、念願の日本タイトルを獲得。それから4年間タイトルを守り続けました。国際大会でも日本人初の銀メダルに輝くなど、子どもたちの憧れの存在になっています。すごいなと思います。自分の人生かけてるな。俊夫さん見て僕も攻めようみたいな、技もっとやりたい。応援したくない。今はスポンサーがつくなど、 BMX だけで食べていけるようになりました。毎日8時間以上の練習で東京オリンピックを見据えています。でオリンピックはすんごい世界だと思うんですよ。そういう面で俺軽々しく目指してますっていうのも正直あんまり言いたくないんですよね。だから、まあ、僕の中でも未知で、とにかくでかい、とにかく大きい舞台、ただ間違いなく自分と同じ方向を向いてるはずの舞台だっていうのを感じているような、そんな状況ですね。 BMX ライダー高木俊夫、目標に向かい、ひた走るその先に世界の頂が見えています。練習場がある上石津町では応援団が結成されました。性能から世界一を目指す高木さんに地元からの声援が大きくなっています。看護師を目指して勉強をする